こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。みんなも知ってると思うんだけど、僕はパトリック・ムーアが大好きです。なんでちょっとだけアップデート。最近そろそろ順位予想をしないといけないので、まあいけないわけじゃないんだけど、いろんな選手を常に見てるんですよ。そうするといざ自分が筋トレした時に鏡に映る自分を見ると、鏡を割りたくなるんですが、左が去年のオリンピア6日前、右が1ヶ月前、同じコンディションでサイズはでかく髪もふさふさ。最初見た時に同じくらいの時期、どっちも1ヶ月前だと思っていて、あれ去年とあんまり変わってない、もしかすると去年の方がいいんじゃないかって思っていたんですけど、オリンピアで絞りを褒められた6日前と1ヶ月前がこの差って、あと1ヶ月でじゃあどうなるんだろうって、このリアとかもなんか埋め込まれてるんじゃないかって、手榴弾とか埋め込まれていて引っ張ったら爆発しちゃうんじゃないかって。最後のこれは皆さんに問いたいやつなんですが、ウィリアム・ボナクとパトリック・ムーアが似たようなポーズをとっています。正直今のところトップ1、2は、まあ、大好きって言ってもビッグラミーか、まあ、ウィリアム・ボナク、どっちかだと思っているんですよ。角度は若干違いますが、皆さんはどちらの背中がお好みですか？セドリック・マクミランの新作映像についてのコメントがなくて寂しかったんですけど、トニー KO がカラム・ボン・モガを怒らせたみたいで、まあ、正直何でもいいんですけど、パトリック・ムーアと同じくらい密かに楽しみにしているボディービルダー、セルジオ・オリバ・ジュニアをちょっと紹介させてください。みんな大好きオリバポーズの継承者と知られているジュニアですが、この前同じジュニアのジョセフ・バイナと合同でしていたのがたまたま会って写真を撮っていました。ジョセフもだいぶ大きくなりましたよね。筋肉の形なんかは父親であるアーノルドに似ていますし、クラシックフィジークに出ることを目標にしているので、アーノルドの息子がオリンピアに出る日も近いかもしれません。そんなセルジオ・オリバ・ジュニアは去年オフを1年取ってサイズアップに努めていました。ウエストは非常にシェイプされていて、プロポーションは本当にいい選手なんですよ。それでいて肩や腕は非常に太くて、ポージングも迫力があって、父親をリスペクトしている姿も見れて、本当にポージングも美しくて綺麗で好きなんですけど、周りのトップと比べるとまだサイズがやっぱり弱点だったもんですから、サイズアップのためにオフを取りました。今はクリス・アセトとクリス・カミヤというダブルクリスをコーチに迎えているのか。クリス・カミヤの方が頻度高めなんで比重はカミヤなんでしょうけど、結構ビッグラミーとかボナクとかメイン級の選手に目が行きがちですが、セルジオ・オリバも結構ダークホースだと思っていて、ファーストコールに呼ばれるんじゃないかなって思っています。胸も厚みがあってボリュームがある、結構説明難しいんですけど、強い選手とそれに負けるっていうか、まあ負ける選手を見た時に、透明のサイズは似ているんだけど、よくよく見てみると胸が薄く見えるというか、背中のボコボコがないとなんか物足りなくなる感じ、あれがだいぶ解消された気がするんですよね。そして何よりすげえと思ったのが背中、分厚い、広い、ただ歩いているだけなのに存在感がすごい。もうこの人がもしジムの中で歩いていたら全部の背中トレーのマシンは彼に譲られるんじゃないかって、そんぐらいの存在感。もちろんアーノルド・オハイオに出てくるのは全員モンスタークラスばかり、全員がもうチャンピオンクラス、その中でもセルジオ・オリバ・ジュニアは輝く存在になるんじゃないかなと密かに思っています。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし気になる感じいただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの温かいコメント、高評価、応援、いつも本当ありがとうございます。ということでまた明日お会いいたしましょう。ではまいちゃん。